の道、その手前に道の駅もあります。あ、オプタテシケ、このオプタテシケが、十勝連峰の左端の山にあります。なんか上の方がポコポコって特徴ある、形してます。左端だって分かりますね。オプタテシケ、これ忘れるんですよ。玉ねぎ畑、左、同じようなのがずっとタイヤ履いたのが通ります。玉ねぎですね。玉ねぎといえば北見方面が多かったけど、こっちも盛んに作り始めています。